2月8日から練馬区議会第1回定例会が始まります。今回は練馬区議会第1回定例会についてお話ししていきます。こんばんは、練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、1月26日国会が開会しました。会期は基本的には150日と決まっていますが、時の状況に応じて延長されます。では練馬区議会はどうかというと、国会と同じ定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開催しており、通算で約110日間開催されます。ちなみに東京都議会の場合は練馬区と同様年4回定例会があり、通算約90日間開催されます。定例会はそれぞれ毎年行うことが概ね決まっています。今回の第1回定例会のメインの議題は来年度の予算の審議です。来年度予算は前年度比約244億円増の約3231億円で過去最大の予算額となっています。詳細についてはまた後日ご紹介させていただきます。定例会ではその他に一般質問というものがあります。一般質問とは練馬区の行う行政全般に対して事務の執行状況や将来の方針、計画、あるいは疑問点などについて質問することを言います。一人の議員が行う質問時間はおおむね25分、答弁・再質問含め45分間となっています。今回の定例会では私が登壇させていただきます。質問のテーマは災害対策、教育、公園、大江戸線延伸などについてです。災害対策は今回の能登半島地震などで見えた課題を踏まえて、火災対策やデモ情報の扱い方、トイレ対策、避難所での女性や子どもへの対応などについて、また教育については中学校選択制度や部活動、教科担任制、学校プールなどについて、公園については練馬城址公園や花火の使用について、そして地域の悲願である大江戸線延伸について質問する予定です。それぞれの質問の詳細についてはまた後日解説動画等をアップする予定です。私の一般質問の日程は2月13日火曜日の午後となっています。ライブ配信もしますし、実際の議場で傍聴することもできます。時間が決定しましたら X などでお知らせいたしますので、ぜひご覧いただければと思います。今回の解説は以上となります。今回の動画を見てためになった、面白かったと思った方はぜひグッド評価、そしてチャンネル登録をお願いします。またコメントもぜひぜひお願いします。コメントにはすべて目を通させていただき、今後の制作提言や動画制作に役立っていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。